はい、皆さんこんにちは。こんにちは。今回はですね、司法書士試験に合格できるすごい暗記の秘訣大公開と言ったことで、薄井先生を招いてですね、お話をしていきたいというふうに思います。で、今回は、新宿エルタワー本校の方で、たくさんの方がお集まりいただいておりますが、全国のレック各本校の方にもですね、中継をつないでお話をしておりますので、この画面の向こう側でもですね、たくさんの方が聞いてくれているかなというふうに、思いますね。薄井先生の方は今札幌の方でやっておりますけれども、札幌の方にも中継がつないでありますね。あの地元でも見てるかと思いますね。ということで、お話をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。で、まず私の方は、森山といってレックで教えておりますので、レックに来ている方であれば知ってるかなと、いうことではありますが、薄井先生ですね、久しぶりにこうレックの教壇に立っていただきましたけど、ちょっと自己紹介の方。はい、私はですね、司法書士やっております薄井康介と、申します。去年ですね、去年までですね、レックの方で、5年ぐらいですけれども、講師の方をですね、ちょっとやらせていただいていたんですが、まあちょっといろいろありましてですね、講師の方はちょっと引退をして、今は地元の方に戻ってですね、司法書士として、まあ普通に事務所ですね、これをやっているという、そういう形になっています。札幌の方ですか？そうですね、札幌市内ですね。どんな仕事やってますか？はい、まあ、ご相続の手続きのお手伝いとか、そういうことを中心にやっております。なるほど。はい、で、今回こんなイベントを開催するということになったのが、薄井先生の方が新しい本が出てですね、こちらの方になりますね、すごい暗記のコツ、暗記のすごいコツ、はい、という本ですね。で、私の方もですね、ちょうどお時期を同じくして、こちらの暗記の力技という本が出ました。こちら司法書士の受験用ですけれども、こちら一般書籍の方で、いろんな勉強する方、まあ、公務員とか入試とか資格取得とか書いてありますけれども、ちょうど暗記という形で同時期に出ましたので、こちらので少しイベントやっていこうといったことになってますね。はい、という話ではあるんですが、薄井先生のさらに新刊がありましてですね。新刊があるようですね。はい、これもう出たばっかりなんです。すごいですね。いえいえいえ。書くのが早いというか。こちらなんですか？これはですね、PHP 新書から出したんですけども、40代からの勉強法&記憶術ということで、まあ、お忙しい方ですね、これがどういうふうに勉強していったら、まあ、効率よく覚えられるのかということを中心に書いたというような本です。まあ、参考にしていただけたらなと思っております。はい、では、その中の本に書いてあることも含めて、今日いろいろ暗記のことについて聞いていきたいというふうに思いますね。はい、やっぱりこう、司法書士の試験っていうのは、暗記することが多いですよね。そうですね、ほとんどの国家試験で、まあ、暗記は必須なんですけれども、特に司法書士の試験はですね、細かなところまで一字一句覚えなければいけないというところがやっぱり難しいかなと思いますね。この暗記をすることがやっぱり受かるための一番の手段ですよね。そうですね、覚えないと受からない、絶対に暗記は避けて通れません。いくら理解をしていたとしても、その例えばできるできないが違っていたり、善意と善意無価質が違っていたりしたら、それで罰になりますから、覚えていなきゃ話にならないっていうことは事実ですよね。そうですね、うん、実務に行くとですね、調べるということが実は逆にできるんですけど、受験の場においてはですね、それができないですから、覚えなきゃ何も始まらないと腹をくくって勉強することが大事かなと思っております。なるほど。じゃあ大きなところから聞きますが、暗記をするときに一番大事なことって何ですか？まあ、当たり前ですけども、メソッド自体もですね、もちろん大事なんですけども、まあ、こんなこと言ったらもう元も子もないんですけれども、まあ、繰り返すことですね、何度も繰り返すことです。で、過去問とかだったらですね、司法書士の過去問は私何回繰り返したかちょっと分かんないぐらいで、多分15は言ってると思います。20ぐらいやったかもしれないですね。まあ、2年間勉強しましたけれども、そのぐらいは繰り返しました。先生も繰り返すってやってないですか？そうですね、繰り返してやってますね。私の場合、まあ、過去問自体はそんな多くなかったかもしれないですね、うん、過去問繰り返すって言っても、まあ、できる問題できない問題じゃないですか。そうですね。で、できる問題はそんなに繰り返してないですね、うん、で、私の場合は回数っていうか、例えば合格ゾーン1ページから全部やるとしますね。で、やった時に丸×がつきますよね。できる問題できない問題、はいはい、あとは丸がついたとしてもたまたまってたのは×ですね、うん、っていうふうにして2回目は×だけやるんですよ。なるほど。で、今度2回目やってもやっぱり××ってなっちゃうのがあって、うん、3回目はその××だけやるんですよ。なるほど。で、これで全部丸がつくまでやって1回と数えて5回ぐらいやりましたね。なるほど、なるほど。そうすると何がいいかっていうと、できる問題って何回やってもしょうがないけど、やっぱり時々はやりたいわけですよね。うん、それ非常に重要ですね。確かに私もですね、うん、まあ、もちろんできないものを中心にやっていて、できるようにしていくってことなんですけど、できるものを本当に 100% 放置してしまうと忘れちゃうんで、なので
できない問題についてはできるようになるために繰り返して、で、できる問題については忘れないようにするために繰り返すというような形で勉強することが大事かなと思いますね。繰り返すことは繰り返すんだけど、その密度が違うってことですね。そうですね。できないものはたくさん繰り返して、できるものはたまに繰り返すということですね、うん、やっぱりできない問題って何回でも間違うんですよね。そうですね。で、司法書士の場合はですね、多分ですけど、99% ぐらいまでしか精度は上がらないと思います。答練とか過去問とかやったら分かるんですが、どうしても言い切れない問題というか、よく分かんない問題が最後まであって、まあ、そういうのはあるんでしょうがないんですけど、まあ、99% できたらまあいいかなというふうに思っていただけたらなと思います。で、繰り返しがやっぱり大事で、高校生とかでもやっぱり記憶力がいいっていうよりは繰り返してる方が覚えてますよね。そうですね。単純にまず繰り返すことが大事かなと思いますね。それを苦もなく繰り返すってことが大事だと思うんですけど、はい、繰り返すために必要なことって何ですかね。繰り返しが大事だったら多分実は私もさっきオリエンテーションという講義が始まる前のオリエンテーリングがあって、そこで繰り返しが大事だよとお話ししたんですけども、はい、その繰り返しができる人できない人っているじゃないですか、はい、あるいは時間的に制約があって働いていてどうしてもこう忙しいとか、はい、その時に繰り返せるコツとか何かあれば教えていただきたいんですけども、やっぱり教材を特定するってことでしょうね。もちろん複数の教材をやるっていうのはスタンスとしてはいいかもしれませんけれども、時間は限られてますから、だから自分の持てる時間でこう何度も繰り返せる教材しか初めから取り組まないというようなことですね。例えばね、携帯司法書士とかですね。ありがとうございます。まあ、そういうのを繰り返すということですね。そうですね。私もこの携帯司法書士という本があって、これ繰り返せるようにコンパクトにして、で忙しい方が本当に多いですから、例えば電車の中とか、あるいはお昼休みとか、もう10分あったらやってくれと、この話をしてるんですよね。隙間時間なんか使って。そうですね、うん、そういう時間も加味していって、なんとか触れる回数を増やすという努力ですね。どうしてもこう受験が長くなっていくと予備校オタクみたいになって、あっちの教材がいいとかこっちの教材がいいとか、先生の授業も受けてみようなんて形でいろいろこうつまみ食いをしてしまいますけど、そうすると繰り返しができない上に知識がこう干渉を起こしますよね、記憶がね、うん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 、やっぱり同じ教材を繰り返すってことが大事かなと思いますね。全くその通りだと思います、うん、でこれから多分直前期迎える方も多いと思うんですけど、直前期迎えるときにあんまり新しい教材に手を出さない方がいいですよね。もう全くその通りですね、うん、知識は1回触れたら使い物になるわけではなくて、何度か触れて初めて使い物になりますから、その何度か触れられないんだったらもうこれからは触れない方がいいと思いますね。同じようなことが書いてあっても説明の仕方が違ったり、それだけで記憶混乱しますよね、うん、そうですね。で、同じテキストを使っているとテキストの左上の方にシミがあったなとか、はいはい、そういうビジュアル的なことも含めて記憶できたりしますから、そうですね、うん、やっぱりそれ繰り返すことによって同じ教材を繰り返すのが大事ですよね、うん、あと先生、僕ですね、繰り返すというと直前期特になんですけども、意識していたのはですね、スピードを意識してましたね。なるほど。直前期になればなるほど、こう早くやっていくっていうことですね。要は早くやることによって、その触れた知識に触れたタイミングと試験のタイミング、感覚がですね、こう狭く持てるわけですね。例えば3ヶ月前にやったことを今日覚えてるってのは結構無理ですけど、1週間前にやったことだったら今日覚えてるってことができるので、こうスピードを高めていって短時間でこうぐるぐる回していくってことを最後意識したかなと思いますね。そうですね。そうですね、教材を絞り込むってことと、あとはこの1回のスピードを速くするってことですね。そうですね。これ私も、よく言ってるんですけど、スピードを速くして、繰り返しの回数を増やすと。だから1回1回はそんなにこう理由付けはこうだああだこうだって調べながら、直前期なんかは1回を密度濃くやるよりはもう早く何回もやる方が大事ですよね。そうですね。何回かやってるうちに後から分かってくるというかですね、覚えようとする過程で何回かやってたら後からなんとなくこことこつながったなとか分かってくるんで、最初からこう全部理解してやろうっていうのはちょっと不毛かなと個人的には思います、それ私も、本に書いてます。ちゃんと直前期はスピードが大事と。あ、なるほどなるほど、スピードで本読めと。なるほどなるほど、いうことですね、それは大事ですね。でもう一つが、直前期なんかなるべく勉強時間取るってことが大事ですよね。あ、もちろんそうですね。回数を増やすってことは、とにかく、試験会場に知識を持ち込むことが大事ですよね。そう、直前3ヶ月にきちんと繰り返すことが大事と。で、繰り返されるためには絞り込むこと、それからスピードを上げること、あとは絶対的な勉強量を上げることですよね。そうですね、なので時間は24時間しかないんですけれども、可能な限りやらなければいけないと。で、働いている方は大変かもしれませんけれども、本気で受かりたいんだったらですね、朝4時ぐらいに起きるぐらいのことをして勉強しないとちょっと受かんないかなと正直思いますね。朝がいいですか？
私は朝がいいと思いますけれども、夜疲れちゃいますからね、うん、なるほど、そうなんですよね、夜疲れちゃうんですよね、で仕事を帰ってきて家帰ってパジャマに着替えてああだこうだやってるうちに勉強できないって方結構いるんで、そういう方はあの勉強時間をどうやって取るかっていうのを工夫してもらうといいですね。そうですね、で朝いいですね。あと私が言ってるのが家に帰る前にあの喫茶店寄ってそこで勉強してから帰るとか、なるべく勉強を先にやんないと後にやろうと思うとも疲れて寝るだけになっちゃいますからね、うん、そうですね、それは大事ですね、でちょっとまあ話戻っちゃいますけ ど、勉強量を増やすという意味ではですね、やっぱり1日 2,3 時間の勉強では正直厳しいかなとやっぱ思うので、直前期お忙しい方もいると思うんですが、まあ、最低 5,6 時間とか、まあ、できれば10時間ぐらいやってほしいなと思いますけど、この点どうですか。そうですね、まあ、正直働いてる方なんかで過小分時間にも、差があると思うので一概には言えない、働いてる方なんかも頑張ってほしいんですけど、できる限り本当に時間は作ってほしいですね。例えば仕事してる方であれば昼休みだとか、あとは通勤の時間、それからそうですね、お風呂入ってる時間なんかもそれ勉強できますので、結構ですね、時間ってあると思うんですよ。これ直前期の方だけではなくて、これから実は始めようって方も多分半々ぐらいいるんですかね、ちょうど直前期迎える方、それから1年ぐらい1年後の、勉強で私来週開講なんですよ。あ、なるほど、ね、でそういう方もいると思うんですけれども、やっぱり時間って作るもんだと思うんですね。そうですね、意識して、そうですね、だからそれをどんだけ作っていただけるかで、仕事しながらでも結構できるんだってことは認識してほしいんですね、特に多くの人が昼休みって無駄にしてるんですよ。で例えばご飯食べ行って、ご飯待ってで、出てきたから食べて帰りました、でコンビニ寄って帰りました、1時間経ちましたと、でできる方そんなことしてません。朝コンビニ寄っておにぎり買って、それを左手でこう食べながら勉強して1時間やってるわけですね。それで1時間作れるわけですよ、そうですね、そういう時間の作り方ってのはまあ必要でしょうね。おにぎりだと見なくて食べられるからって言うんですよね。なるほどなるほど、そんな感じでやっぱり作ってるので、私よく言うのが24時間を円グラフ書いてもらって、どこに無駄な時間があるかを最初これから勉強始める方は調べてほしいと思うんですね、そうすると意外なところに落ちてるはずなんですよ。そうですね、であとですね、まあ、ちょっと思うのはですね、その勉強時間取れないって方もどうしてもいると思うんですよね、で、勉強時間取れない方は、まあ、頑張って取ってもらうしかないっていうところ正直あるんですけど、まあ、昔と違うところはですね、この司法書士の試験はですね、合格の平均年齢が非常に上がってて、私が受かったのが平成18年なんですけど、当時30歳いくかいかないかだったんですよ。で今確か35歳ぐらいですよね。これどういうことかというと、学生さんとかそういうのがですね、もうほとんどいなくなって、社会人中心の受験層になっているってことなんですよ。なので、働きながら受けるという環境はですね、昔よりかはね、多少あるかなと思うので、ちょっと頑張ってほしいなというふうに思いますね。先生、18年合格なんですね。平成18ですね、確か。ちょっと聞いてる方、置き去りに興味あること聞くんですけど、平成18年って会社法改正の、そうですね、初年ですよね、はい、受験会とかなんか混乱してませんでした。まあそうですね、確かに最初習ったのはですね、求償法習ったのかな。そうちょうど会社法って大きな法律が切り替わる時で混乱したのを覚えてます、ね、で授業で確か求償法を習って、でもなぜか会社法で出るっていうふうに言われて会社法を勉強した記憶がありますけど、これ非常にですねいいんですよ、いいことなんですよ。で皆さんも多分民法改正気にされてると思うんですけど、2020年から施行ですからね、すごくいいことだと思います。要は旧法とこれからの新法の知識両方ないと結構話が噛み合わないとかってあるんですよ。もうだから会社の社長さんが旧商法の話なんか共同代表がどうだとかっていうふうに言ってくるんですけど、その旧商法を全く勉強したことない人はそれなんだろうって思っちゃうんですよね。なので実際に受かった後は旧法新法両方の知識持ってるって人の方が強いなと思うので、改正が重なる年っていうのは結構後々の考えこと考えるといいかなと思いますけれどもね。あ、そうか、旧法も勉強したんですね。記憶によるとですね、なんかやったような気がします。それは一番いいですね。教える時も旧法大事ですからね。で今皆さんやってるのが現行法ですね、民法ので、2020年から今度新しい再建法改正が施行されますから、今言った新しい法律に変わるんですね。だから今勉強している方は今の時にこう受かっちゃってもらうと一番早いということになりますから、現行法で受かるんだというふうに認識をしていただきたいですね。で
新しい法律になっても正直、債権法改正はそんな司法書士の試験に大きな影響はないかなと思います。あの会社法が変わる方が大変ですからね。債権法3問しか出ませんので、ですからそんな大きなことはないと思いますが、やっぱりこう旧法を勉強している、現行法を勉強しているとは実務入ってから強いし、実務出てから改正を迎えるとビジネスチャンスですよね。まあ、そうですね、うん、昔の先生は旧法でずっとやってて対応できないという先生もいらっしゃいますので、あのチャンスといえばチャンスだと思います。でそれにいち早く対応、会社なんかでもそうですけど、いち早く対応した人はなんか会社の権威みたいになって本まで出したりとか。ああそうですね、いらっしゃいますね、やっぱりそこでこうあの若手というか、うん、新人が入っていくチャンスにはなりますよね、うんうん、あと今旧法が大事だと言いましたけど、相続なんかも何回も改正されてますが、あの実際実務出て私なんかもやったのが家督相続とかが時々あるんですよね。そうですね、昔の旧民法ですね、うん、で先祖代々相続時入れてなかったと、うん、そうするとやっぱり家督相続なんかも実務では必要になってくるわけですよね。そうですね、知識としてはなければいけないので、うん、調べたりはしますね。直近の改正はやっぱり知っておくといいですよね、うんうん、ということでいろいろ話がそれておりますが、で今繰り返すことが大事だって話ですけど、他になんかテクニック的な暗記のコツとかあります？テクニック的な暗記のコツですか。なんか本に書いてあることを教えてくださいよ。ですね、この本に書いてるかどうかちょっとわからないんですけども、卓一の対策として私やっていたのはですね、あの日本語入れ替えてちゃんと意味が通るところを覚えるってことをやってましたね。日本語入れ替えてちゃんと意味が通るところを覚えるっていうのはやってました。あの知識覚えるときに、例えば会社法の文章とか 3,4 行ありますから、キーワードを見つけるのが大事ってことですよね。そうですね、そのキーワードの見つけ方が、あの今言ったようにですね、日本語を変えても意味が通る。例えばですね、そこにタイトル、これでもいいか、これにタイトルあるんですけども、司法書士試験に合格できるすごい暗記の秘訣大公開って書いてて、これ2行覚えますよってところで、どこを覚えるかってこうピンポイントで狙って覚えないといけないんですよ。2行頭に入れるって結構難しいん で狙って覚えるところなんですけど、例えばですね、この司法書士の司法っていう字を行政に書いても、あの日本語として普通の意味通りますよね。あと司法試験って書いても意味通りますよね。なのでこの司法書士ってところに狙いを定めて覚えるというような感じですね。で条文2行3行ありますけど、ちゃんとキーワードに着目して覚えるってことを今言ってたら、森山先生も全く同じことをですね、ここに書いてますね、これね。薄井先生見てください、これ。あの何ですか？私が書いた勉強メソッドですけど。55。キーワードに着目して覚えると。なるほど。キーワードの探し方、丸4、他の用語に入れ替えが容易なもの。なるほど、そのまんまですね。ちゃんと言ってますよ。だ大事だってことですよ、ね。まあ、あの覚えるってこと、目的が同じなんで、やっぱりですね、あのこういうメソッドってのはまあ似てくるかなと思います、うん、確かにそのキーワードに着目できるってことが大事で、例えば数字とか善意だとかそういう言葉ですよね、はい、で 3,4 行同じようなスタンスで読むのではなくて、そのキーワードをちゃんと絞って、例えば全部チェックするにしてもキーワードは丸つけるとかで、それが試験会場でも役立つわけですよね。そうですね、でその 3,4 行で誤りの選択肢を作るときにキーワードを入れ替えるしか基本的にないわけですよね、うんうんうん、であの勉強できる人っていうのはですね、それが無意識にできるんですよ。だからこのタイトルの2行を読んだだけで、あの勉強できる人の頭の中だったらですね、こうキーワードがね浮いて見えるんですよ。それを要は意識してやるっていうのが今のお話ですね。あの地頭知能指数っていうのは多分勉強できる人とあの普通の人とあんま変わらないんですよね。じゃあどこが変わるのかっていうと、やっぱそのテクニック的なところで、勉強してる人はこう無意識に、あここキーワードだなって思ったら、ここに注目してるって、それだけなんですよ。それを皆さん無意識してやれば合格はあの近いなというふうに思います。例えば歴史の勉強をしているときに、例えばテキストを読んでるだけでもできる人というのは問題集のように読むわけですよね、うん、年号が空欄だったらどうかとか、はい、人物名はどうかとか、でそれでどうなったかとか、だからそれをやればいいということですよね、うん、そうですね。でその時のキーワードの探し方として、一つはこう入れ替え可能なもの、うん、あとは例えば固有名詞だとか数字だとか、保護する保護しないとか、要件とかですよね、はい、うん、そういうことをきちんと意識しながらあの読む。だからテキストを何回も読むのが大事だってよく言います。で繰り返しが大事だって言いますけれども、その時にキーワードに着目して読むということですかね。はい、その通りだと思います、はい、他に何かありますか、はい、他にですか。いろいろせっかくね皆さん来てるんでもったいぶらずにいや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 、教えてもらいましょう。何でしょうね。あ、そうですね、
そうですね。なんだろうな。まあ、たくさんあるんですけども。たくさんあるんですか。うん。ですね、私よくやってたのはですね、勉強した途端にすぐに反復するってこともやってましたね。キーワードを見つけたらですね、そのキーワードを頭の中で何とか言ってみる、唱えてみるんですね。で、それも繰り返すってコツ、ね。それいつ繰り返すんですか。勉強しながらですね、例えば、司法書士試験合格のうんぬんかんぬんって読んだら、司法書士とか頭の中で2、3回繰り返して次に行くとか、いうことをよくやってましたね。その場がいいんですか。その場がいいと思います。忘れちゃうから。忘れちゃうから。うん、で、授業を受けてたら、その先生がページめくるタイミングとか見計らって、頭の中で何度もこう繰り返して定着させたりとか、まあ、そういうこともやってます。なるほど。うん、先生、人と会って、はい、人の名前を覚えるときにもそういうテクニック使うって言ってましたよね。あ、そうですね。名前言われたら忘れちゃうので、呼んでみるってことしますね。わざと。小林さんですね、つって。そうですね。そしたら自然に覚えちゃうっていうことですね。口に出すっていいですよね。そうですね。口に出して覚える。口に出して覚えるもやってましたね。自分の部屋でブツブツ自分で自分にこう説明しながら覚えるってことはもう常にやってましたね。読むだけじゃなくて、説明してあげるってことですか。そうですね。なんでこうなっているのかということを自分で説明してみるんです。すると、まあ、理解も促されるし印象にも残るんで覚えやすいということですね、うん、特に声出すって大事ですよね。うん、そうですね。漢字練習みたいに書くよりは音に出す方が記憶に残ると思いますね。なるほど、うん、私は声に出しながら書きながらやってましたね。あ、両方ですね。両方、うん、だ声は出さないとダメですね。うん、出した方がいいと思います。家でやるときには。そうですね。自主性声出すと迷惑ですからね。家でやっていただければと思うんですけれども、私もそうですね。家でこうやって勉強してるじゃないですか。で、一通り、例えば人まとまりなところが終わったら、椅子から立ち上がってもう、そう先生になったつもりで、うん、今やったことを講師だったらこう説明するからみたいなやってましたね。そうですね。そう、頭が整理できるんですよね、うんうん、整理できると覚えられますからね、うんうん、そんな感じでやってましたね。そうですね。じゃちょっと私からも先生に聞きたいんですけども、はい、司法書士ってまあ覚えること多いんですけど、多分皆さんが気にされてるのは記述なんですよね、うん、で記述も暗記なのかというちょっと疑問があるんですけど、記述って暗記ですか。暗記が暗記ですね。暗記ですか、記述、うん、テクニックももちろんありますけど、そのテクニックを覚えることが必要じゃないですか。テクニックを覚える、解き方ってことですか。解放ってことですか。そう、解放ですね。あ、そうですね。まずは多分8割9割暗記ですね。暗記記憶で、まず何かというとひな型を覚えなければいけない、うん、まあそうですね。これは書けるようにしなければ書けませんから、当日考えてどうにかなるものではないですよね。そうですね。例えばなんか所有権移転のひな形があれば書けるようにする。で、抵当権設定であれば、うん、いろんな原因で書けるようにする、債権額によっても書けるようにするとか、外貨だったらどうする、書けるようにする。これはもう知識ですよね、 100%。 そうですね、うん、であとは例えば引っ掛けがあったときに、こういうときに名変が前提としているんだと。でよく受験会ではですね、その住所変更を落としちゃって枠がずれたということがあります。でこれはテクニックがないというふうによく処理されますけれども、どういう時に住所変更がいるのかっていうのは知識じゃないですか。まあそうですね、うん、まあ、そう言われるとまあ確かに暗記かなと。でそれを、普段からどの用紙を見て住所変更を知ることができるのかってことを考えておいて、その思考回路を記憶しておくことっていうのは大事なんじゃないかなというふうに思いますけどね、うんうんうん。まあ、多分記述式皆さんも手こずってると思いますけれどもね、うん、まずは、まあ、さっき言ったようにですね、ひな型を完璧に覚えるってことをやって、そしてパターン、こういうものを覚えていって、これにはこれが必要というような形で対応していくのかなというとこですね。違いますか、うん、パターンを覚えていくってことを私やってましたけどね。だから記憶が大事です。まあまあそうです、そうですね。確かにテクニックってあるんですよ。ただそれはその場しのぎのテクニックじゃなくて、やっぱり、こう経験を記憶するというか、そんな感じですよね。うん、そうですね。単純な知識じゃなくても、やっぱり記憶って大事ですよね。うん。うん、なので、ある程度問題にぶつかってみないとできないというところはあると思いますけどね。だ記述問題って大変なんですよね。で現場のやっぱりひらめきとかじゃないんですよね、変なこと言うと数学だって記憶だっていう人がいるぐらいですから。あ、そうでしょうね、うん、やっぱりそのパターンを覚えるっていう暗記の仕方もあるかなと思いますね。はい、うん、はい。で、そんな感じで直前期はやっぱり
何回も同じものに触れて記憶していくってことが大事ですね、うん、で暗記とは離れますけど、もう一つ直前期で私が大事だっていうのが当日のシミュレーションって話をしてますね。ああ、そうですね。当日やっぱ緊張してできないっていう人もいますから、うん、どういうふうにやっていくのか、解く順番どうだとか最初から決めてやっていかないといけないですね。でそれが結構大事な話で、当日やっぱり時間がない中でどうやってやるかっていうのは大事で、それが暗記も大事ですけれども、当日のテクニックって面は一つ、当日それをどう出すかっていうのはありますよね、うんうん、そこ暗記だけで乗り切れないところがあるから、暗記は 100% ではないですけどね。そうですね、暗記は9割ぐらいですかね。まあそうですね、私の本のタイトルですけど、それも今の、ありがとうございます。ですね、直前期のために私ですねやってたのは、直前期と同じ時間配分で勉強するってことを定期的にやってましたね。例えば朝の9時半でしたっけ。9時半ですよね。9時半から勉強を2時間まずやって、でそれは午前科目やっちゃって、そして午後もちゃんとその時間通りにやると。で本試験と同じように解く順番ももう決めちゃってですね、記述を先にやるか択一先にやるかとかいろいろあるじゃないですか。午前だって憲法を先にやるか民法を先にやるかとかこうあるわけですよ。で行き当たりばったりじゃやっぱ受かんない試験なので、もう自分はこの戦略でいくということを決めて、それを定期的に直前期はこう再現していくっていう練習で、本番はその通りにやるっていうことをやってました。そうですね、で私も含めて本番ではこういう本番の解き方のテクニックは大事ですよって言いますけど、本番で初めてテクニックを考えるわけじゃないんですよね、うん、もう4月ぐらいからずっと考えておいて、模擬テストでいちいちチャレンジをしていく。例えば期日からやったらどうなるか、択一からやったらどうなるかと、でそれで修正をしていって本番迎えるわけですよね、うん、そうですね、うん、だからその例えば午後の部なんかは先ほどのオリエンテーションでお話もしたんですけれども、全部選択肢読んでる時間ないわけですよね。それを読まない練習って絶対必要なんですよ、うん、先生は午後の部の時間のテクニックって記述からやるタイプだったんですか。私は記述からやりました。で記述で私はですね小答からやりましたね、うん、小答記述やって不答記述やって択一やりました。それどうしてですか。まず不答と小答だったら、どっちかというと不答の方がやっぱり難しい年がやっぱあるので、うん、まあ、ショートも難しい年ありますけど、どっちかといったらショートの方がやっぱ簡単かなというところがあったので、ショートをまずやって、で終わらせて、ですぐ不等やって終わらせると。で択一を先にやっちゃうと最後ですね、記述って時間がなくて書けないって話になっちゃうので、それがやっぱり私怖かったので、そういう風にしてました。択一の時間なくならないんですか。択一の時間はなくなっても最後塗りつぶせばなんとかなるので。なるほど、ね、まあ、でもなくならないように配分してましたけどね、もともとそれもトレーニングですね、日々の。じゃあ期日終わらなくても択一に戻るってことですか。まあそうですね、終わらせる、まあ、終わらせますね、その時間内に。そこしか与えられてないと。だから3時間ってわけで考えるんじゃなくて、1問例えば不当だったらもう45分とか50分とか、まあ、そういう時間で終わらせるって決めちゃって、それだけその時間内でやるっていう訓練も日々必要かなというところですね、うん、私今択一からやれって言ってますね。なぜですか。択一を60分でまず70分とか60分で終わらせると。なるほど。期日に集中しろって話をしてますね。なるほど。で期日先やっちゃうと、どうしてもこう期日が、まあ、今期日やる人はやる人でいいんですけど、そしたら薄井先生のように60分で期日は切り上げるっていう割り切りが必要で、割り切れない方が多いからですね。そうするとどうしても足を引っ張っちゃって、ちょっと第3ラン思い出せたぞとかで戻って帰っちゃうわけですよ、うんうんうん、そうするとやっぱり択一に集中できなかったりする人がいるので、択一は一問一問こう気持ちが変わるし、もう択一をファーって終わらせて残り時間で全部期日やれと、こんな話をしてますね。だからもちろん期日で割り切れる方はそれでいいんですけど、で割り切れない方が多いので、こう言ってますね。あとは択一からやる方が多いからですね。で択一やってる時っていうのは周りが静かなんですよ、はい、で期日やりだすと周りがうるさいと、うるさい、このページを何回もめくって、別紙一を見て戸籍見て住民票を見てってやってますから、はい、でその中で択一ができないって方もいるっていうのは理由の一つですね、はい、であとは周りが択一からやるので、例えば期日が難しくて、例えば期日が時間が書けないとできない問題であればみんなできないので、それでいいだろうって話ですね。うん、でやっぱり周りに合わせるってことがある意味大事で、そうすると択一がすごい時間かかって、周りもそれでやってるんだったら、やっぱり自分もそれでやらないと択一の基準点が上がったりとかするので、ある程度やっぱり周りができるところで取っていく。で例えば期日なんかで最近多いのが、不動産登記1覧2覧3覧ってあって、3覧みんな書けない、
誰もできないんです。で難しい問題も出るし時間もないし、そしたら書かなくていいわけですよね。まあそうですね、みんな書かないとそこで差がつかないですから。で期日からやっちゃうって時間があるからってそれやっちゃうのが怖いわけですよ。でみんな解けないと実はそこの配点減らすようなんですね。初めから配点決まってるのではなくて差がつくとこに配点与える。だからあみんな書けないからここ配点低くしようってなっちゃって、そこ書けてても無駄になっちゃうんですよ。そういう意味では周りに合わせるのが大事かなっていう意味で択一からやれって話をしてますね。なるほど、うん。まあ、結局答えはないと思うんですけど、うん、まあ、いずれにしても重要なのは俺はこれでやると、うん、私はこれでやりますというのを作って、それをもうパターンとして毎回やっていくと、当連でも模試でも本番でもやっていくということが大事かなと思います。本番で突然やってもダメですからね。そうですね、うん。ちなみに午前はどこから解くって決めてました？午前は正直に一問目からやってましたね。なるほど。私はですね、親族相続からやってましたね。民法ですね。あ、やっぱ憲法を最初にやるとですね、結構変なのが出るんですよ、たまにですね、うん。で国語みたいな問題もあってですね、頭がなかなか温まってないときはそういうの結構分かんなくなっちゃうんですよね。一方で合格レベルに来てる受験生であればですね、親族相続っていうのはもう吐き出すだけですから、知識をですね、うん。なので親族相続を先にやって、何問かやってですね、あ、分かる分かる分かるっていう気持ちを持ってですね、で1問目に戻るということをやってました。まあ、私の時は憲法なかったですからね。あ、そうそう、なるほど。15年からですからね。で、まあ、そうなんですよね。で毎年でもないんですけど、午前の部の1問目と午後の部の1問目ってすっごい難しい選択肢用意してきたりするんですよ。で憲法なんか特に、さっき国語の問題と言いましたけども、学説問題が未だに出るの憲法ぐらいですからね。会社でもちょっと出たりしますけどね。でそういう問題からやりだすと、まず頭が回転してないうちに混乱してしまう。でそれが解けなくてショック受けて引きずってしまうっていうのがありますから、そうですね、解けるところから解いていくっていうのはやっぱり大事ですね、うん。でこういうふうにやっぱりその勉強ってただ闇雲にやればいいだけじゃなくて、やはりこうテクニック的なところも吸収して、それでやらないとね、なかなか時間投資しただけの時間のその成果って出ないのかなというふうに思います。なるほど。で実は私は個人的には期日からやってましたよ、はい、個人的に期日ということですか？自分が受験生の時は。あ、そうですか、なるほど。で今は択一からやると。そうですね。なるほど。要は講師っていうのは自分の勉強通りやれっていうんじゃなくて、最大公約数的に教えなきゃいけないので、やっぱり択一からやった方が有利な方が多いですよ、うん。そう教えてますけど、個人的には期日からでしたね。なるほど、なるほど。それはちゃんと言っとかないと嘘になりますからね、うんうん。でまた時代が違ったのもありますね。あ、そうですか。当時は期日が本当すぐ解けました。ああ、なるほど、うん。今はどうしても物件変動を追ってっていう形ですからね。今すごい難しくてかわいそうなぐらいですね、うんうんうん。別紙の枚数だったんですよ。昔は不動産登記が 3,4 枚で終わりましたからね。あ、そうですか、うん。そうですか。文章型だったし、なるほど、また別紙型に戻ってますけどね、うん。書類読み取るのが大変ですから、ね。なるほど、なるほど、うん。で今一番長い時代ですよ、別紙が。で平成8年までかな、別紙形式だったんですけど、それなりにページは少なかったんですね。で平成9年とかから別紙じゃなくなったんですよね。文章で全部説明する、うん。で文章で説明するとページ数が少ないけどいろんな論点盛り込めるんですね。例えば A が B に大仏弁済したって言ったら1行で終わる。それを昔は1ページの大仏弁済証書でやってましたから、はい。で、その文章形式が終わって、また最近、ここ数年別紙形式に戻ってきたわけですよね。でその戻ってきた時に内容を減らさないで別紙にしたから別紙増えちゃったんですよ。で今はその状況ですから、うん。そうするとやっぱりこの時間配分の練習だとか、普段から問題を解いてどこに着目するかを普段からしっかり認識しておくってことは非常に大事ですね、うんうん。なるほど。で選択肢なんて全部読めないですもんね、ここの。まあまあそうですね、まあ、全足読まないっていうのは確かに重要かもしれないですね。読めないからね、最初からっていうところですね。そこ諦めるのは大事ですよね。そうですね、うん。できないことは最初からしないということですね、そんな感じで当日の力量が大事ですかね、はい。でちょっと覚えるということにちょっとお話戻したいんですけども、暗記ですね、暗記、直前期といってですね、当連ですね、当連と模試ですね、これが始まりますけど、当連模試をどういうふうに覚えてましたか？私は、ね、工夫しましたか？工夫はしなかったですね。工夫しないですか、うん。普通に問題解くのと同じようにこう復習ですか？要は覚えないといけないですよね、当連とか模試を、うん。私はね、あんまり
当連とか模試で知識を覚えようとはしなかったし、受験生にもそうするなって言ってますね。なるほどなるほど。結局普段の勉強でこうやって一生懸命絞り込んだり知識を教えたり、普段の教材でやってるわけじゃないですか。で、やっぱり記憶する作業ってのはそこで集中的にやってほしいというふうに思ってるんですね。でもちろん模擬テストで新しい知識が出てきたり、これは知っておいた方がいい新しい判例が出てきたりはしますけれども、それはやっぱり二の次かな。例えば、うんうん、今で1年勉強してきて知らないことが模擬テストでできてそれが重要かって言われたらそんなに重要じゃない気がしますね、うんうんうん、だから私が言ってるのは工夫といえば模擬テストの復習はなるべく当日終わらせろと。なるほど。いうふうに枠を決めてほしいというふうに言ってますね、うん、例えばできない方であればそんなに、もうゼロから復習しないきゃいけないぐらいだったらそこに時間割いてないでもっとやることあるでしょうと、携帯収集機やってないでしょうと、そういう話ですよね、うん、できる方であればその日のうちに終わるはずですから必ずその日のうちに終わらせという話をしています。なるほど、うん、まあそうですね、確かにずるずると当連とか模試とかの復習引きずって1週間とかかけちゃう人いますけれども、それやっちゃうとなかなか他の勉強テーマはないんで、まあ、当日終わらせるっていうのは重要かなと思いますね。で私がですねやってたのはですね、覚えることはまあ私はしてました。どっちかっていうと当連とかで、まあ、出てきたら一応まあ漏れてる知識があるのでって意味ですね。ただやっぱりですね、知識使い物になるためにはですね、ある程度繰り返さないと使い物にならないものですから、まあパッと覚えてで、本試験で出てきて、それでパッと思いつけばラッキーぐらいの位置づけで当連とか模試は復習してました。でその際の工夫としてはですね、当連とか模試を受ける際にもう受けてるところで、選択肢切っちゃってましたね。要は過去問とかその他の教材でもすでに自分がやったというような明確な選択肢足ですね、これがあったらそれはもう復習の対象から初めからもう外すということで、で覚えたいものだけ最初その解きながらもピックアップしていくと、で復習の時はそれだけやってしまうと、まあ、だから結局復習は時間かけずにですね、当日に終わるかなということをやってましたね。復習時間かけすぎないのはとにかく大事ですね。そうですね、やるべき勉強ってありますから。でやっぱりさっきね、何回も繰り返さなければいけないので、今までこうやってきた教材繰り返す時間って絶対作んなきゃいけないですね。でもちろんレックでもファイナル当連とか模擬テストとかはもう自慢できるような業界でも、当連や模擬テストですから信じていいんですけれども、それに振り回されちゃいけないってことですよね、うん、模擬テストとか当連が毎週あるから、じゃあそれをじゃあ月火水で復習しましょうとか言ってたら自分の勉強ができなくなっちゃうわけですよね。そうですね、とにかく当日中にやる、うん、でそれじゃあその当連を使い尽くせないじゃないか、せっかく高い金出してるのにということになりますけども、やっぱり時間配分の練習だとかそういうことはできるわけだし、あとは新作の期日問題とかが解けるわけですから、結構メリットはあるわけで、知識面の補充でやっぱり自分の勉強をおろそかにしてまでってことではないですよね、うんうんうん、まあ、メインはどっちかというと今までやってきた勉強をスピードよく淡々とこなすってことが直前期としては必要かなというふうに思います。そうですね、もう問題解いてる時から復習をこれやろうって決めてたってことですよね。そうですね、うん、確かにそれはありますよね。私なんかも言ってるのが、一番復習すべきなのはやっぱり2つあって、1つがテキストとかでやったはずなのに思い出せない、はい、これは模擬テストで新しく出てきた知識ではないですよね、うん、はい、それなのに分かんなかったってことは絶対弱点なわけで、それは復習第一にしなきゃいけないものですね。でもう1つはケアレスミス、まあ、ケアレスミスと言いながらそのケアレスミスしちゃうのも実力ですからね。そうなんですよ、そこは捨てがないと。どうやったらケアレスミスをしないかってすごく大事な話 でこれって普段からやっぱり対策立てておく必要があります。で多分、あ、これケアレスミスだからいいんだよとか言って絶対流す人が、6割7割いるんですよ。ただ本番でやったらすごくもったいないですから、うん、模擬テストの復習で私は一番大事だと思ってるのがもうケアレスミスの復習ですね、対策。ケアレスミスを自分の中でのケアレスミスを覚えるってことも必要ですね。その知識自体を覚えるってことは当然ですけど、それ以外にその自分がどういうところで間違っちゃうのかっていうのを自分の中でパターンとしてこう覚えていくということをやっていかないといけないと思います。例えば、何とかしなければいけないとか何とかするべきだとか、こう文末の表現をこう読み飛ばしてしまうっていう癖のある人って結構いるんですよ。するとそれをパターンとして自分の中でちゃんと覚えて、自分のミスのパターンを覚えるんですよ。でその対策を自分で作っておく。例えば文末をピョッとこう線を引っ張ってしなければいけないというところをこう目立つようにするとか、それだけで2問3問稼げて受かるという人もいますから、その知識だけじゃなくてその間違いパターンを覚えて対策を講じるということも大事かなと思いますね。
あの後ろに水色の本売ってるじゃないですか。水色、はい、はい、私の書いてある、はい、あそこのね文末に波線を引きながら読みましょうって書いてあるんですかね。それもやっぱまあケアレスミス対策ですね、うん、で私あの本に書いた時に波線にしたんですよ、はいはい、波線だとこう線引くの時間かかるから、はい、しなければいけないって読めるんで、はい、うん、なるほど。実践だとこうなっちゃいますからね。でそんな感じでやっぱり文末を見落とさないってすごく大事ですね、うん、で特に分かる選択肢って途中まではい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 なんつって最後に落とし合わなかったりしますから、 その簡単だと思う選択肢ほど注意ってことですよね、うん、なので皆さん勉強されるときにですね、間違うわけですよ、まあ、答練とか受けてですね、初見の問題をパッと見て間違うときにこう間違ったところをこう分析してほしいわけですよ。なんで間違ったのかと。でいくつか分かれると思うんですよね。全く知らないってのがあって、まあ、これしょうがないんですよ。じゃあ覚えましょうって話ですよ。で、さっき先生もおっしゃってたように、知ってるはずなんだけどできなかったって問題があるわけですよ。で、これ一番まずいわけですよ。これは絶対復習です、ね、あとはそのケアレスミス系ですね。どうかを読み飛ばしてしまったとか、勘違いしてしまったとか。で、そういうのは自分でこうパターンを見つけて、そのパターンを覚えて対策を講じるってことですね、うん、その例えば私なんかがよく最近注意しているのが、まあ、最近でもないですけど監査薬会設置会社って受験生でもよく監査薬設置会社と監査薬会設置会社って一文字しか違わないから間違えるんですね。でこうどうやったら間違えないかなと私も本気で考えて、監査薬設置会社か監査薬会設置会社っぽい言葉があったら線引きながら読めって話をしてるんですね。で線引いてるときに監査薬会があったら会にこう丸つけて進むんですよ。そうすると監査薬設置会社と監査薬会設置会社は見落とさないんですね。でこの監査薬監査薬会落とすだけで丸×変わりますから。でこういうのってやっぱり普段からこれ読み間違えるなっていう、こう自分の分析ってすごく大事ですからね。そうですね、間違いパターンを覚えるってことをまずやってほしいなと。でもっと初歩的なことで言うと誤ってるものを選ぶのに正しいものを選んじゃう方っていまだに結構いますね。でそれはもう上に正しいものを選べんところに私丸つけろって話をしたりとかしてますんで、うん、そういうのはもうそれ間違う方っていうのは当日やったらもう命取りですからね。そうですね、うん、でその3点落とすと1問で3点ですけどね、3点落とすとまた来年ということになってしまう試験ですから、まあ、そこで落とさないようにするっていうことトレーニングですね、必要ですね。で誰でもできる問題でケアレスミスで落とすっていうのは本当に最悪ですからね、うんうん、そこはもう知らない問題を間違うのはしょうがないにしてもそこでは差がつかないので、うん、ちゃんと勉強している方同士であれば本当に、落とさない問題を落としてしまうっていうのは本当に、気をつけなければいけないので、本番でやってる場合ではないですから、うん、普段からきちんと今ほら監査や会に丸つけるとかそういう、具体的な方法でいくらでもケアできるのでそこはやってほしいなと思いますね。そうですね、うん、なのでやっぱりそういう勉強のテクニックとかそういうところでですね、まあ、ちょっと差がついちゃってそれで合否分かれるってこともあるので、まあ、できることだったら本当は勉強する前にその勉強法みたいなのをちょっと自分の中で勉強してみて始めるとかそういうことが本当は必要かなとは思いますけれどもね。これから勉強始める方は今そんな時期ですかね。ちょうど私も開講するので開講前勉強の本読んだりとかしてくださいよって話をしたところではありますけどね、うんうんうん、この暗記のコツなんていいですね。ありがとうございます。これですね、はい、でこれから勉強する方、まあ、直前期の話が今日中心でしたけれども、これから勉強する方っていうのは講義を私の講義をこう聞いてで理解をして記憶していくってことですが、この暗記記憶するときにこの理由付けっていうのは大事ですか？そうですね、理由と一緒に覚えるってことは重要ですね、うん、理由とセットで覚えるから肝心の情報が覚えられるというところはやっぱりあると思うので、理由は自分でなるべく説明できるぐらいにまでならないといけないかなと思います、うん、はい。でまあ、ただ理由を聞いて安心するだけじゃダメってことですよね。その繰り返しとかそうですね、そういうことで記憶をしていくと、はい、でせっかくですからあと一つ二つテクニックを。テクニックですか？なんか語呂合わせとか頭文字とかそういうのあるんですか？ですね、書いてありましたよなんか、直前期特にですね、私が重要だと思うのはですね、復習の際にですね、その周辺情報も見るってことをですね、要は触れる回数増やしたいわけですよね。例えば条文引いたときに100条っていうのを条文引いたら100条の隣の99と101条これもまあちょっと目に触れさせるとか、そういうふうにしてどん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 こう触れる回数を他のものも増やしていくっていう工夫はしました。とにかく触れないと覚えないと、触れる回数を増やせば増やすほど覚えられるという単純なことをですね、追求したということですね。
はい、先生は何かやってました？そうですね、その触れるって大事で、で触れるときに比較ができますからね、はい、例えば、うんうん、委任の注意義務は例えばですね、全館注意義務ですよ、有償でも無償でも全館注意義務ですよってやったら、帰宅はどうだったかなって見てみると、あ、帰宅は無償だと自己同一義務かって分かって、うん、あ、無償の場合が違うんだなってこう比較して分かったりしますよね。そうすると片方だけだと覚えられないものが、逆に似てるものと比較することによって、2ついいことがあって、1つが共通項を覚えることができると。あ、そうですね、うん、でもう1つがその、まあ、抽象化共通化したときに車掌ですね、したその違いの部分が認識できるってことですよね、うん、だからそこが違うんだなと。そうそう、まあ、何がいいことがあるかというと、一つが抽象化することによって覚えることが減らせるというのがありますよね、うん、同じような発想のものであれば、あ、こういう発想ですよって一個覚えればいいわけですから、うん、で例外を覚えればいいと、こういうことになりますよね。そうですね、うん、なのでそのなんていうんだろう、それを探していく勉強っていうのも大事ですね。日々勉強しながら、この制度とこの制度なんか似てるけど共通項あるのかなとか、そういうことを探していくわけ。例えば、民法のところで言うと知恵権とかですね、うん、まあ、そういうのは民法非常に知恵権優しいんですよね。試験問題ですね、試験問題というかですね、民法自体が知恵権にとって優しい条文になっていて、知恵権にあの親切というかですね、知恵権という権利は消えづらいし成立しやすいしっていう方向になってるわけですよ、うん、でそういうのも個々の勉強を見ながらですね、知識を見ながらこう自分の中で考えていくわけですね。ここでも知恵権有利になってるな、こっちも有利になってるんだと、すると知らない問題が出てもきっと知恵権に有利になるように答えればできるんだなと、正解だなという方針立てられますから、まあ、そういうパターンを抜き取って覚えていくっていうことをやってましたね。なるほど。そうすると今言ったのが3つ目のメリットで、その共通点に着目することによって推測まで働くってことですね。そうですね。あ、分かんないけど知恵権者に有利にできてんだろうと、はい、いうことですね、うん、だからそれはもう一つ一つ、これは一人が援用すれば消えないとか個別に覚えるのではなくて、知恵権者に有利にできてるぞっていう根本理解をしておく、その根本知識を共通化して覚えることによって、一つ一つの知識を覚えなくて本当にこう良くなると。もともと覚えることが多いから、この抽象化するってすごく大事ですね、はい、うん、でさらに言うと、その抽象化した知識を忘れたら困りますから、どうして知恵権者に有利かというと、それは知恵権というのは道をこう端っこ通れる制度で、そのですね、奥の土地の人が有効に利用できる、で土地は有効に利用できた方がいいじゃないかなんて理解とともに覚えておけば絶対忘れないですもんね。まあ、そうですね、根拠とセットで覚えるということですね、うん、はい、うん、でそんなことをやっていただければいいかなと思いますね、うんうん、はい、他に何かありますか？まあ、覚えるコツといえばいくらでも、まあ、ありますけどなんだろうな、こちら何が書いてあるんですか？40代からっていうのはなんか、まあ、時間がない人がどうやって勉強したらいいかっていうのをこっち書いてるんですけど、40代からだとやることがちょっと違ったりするんですか？ですね、ちょっといいですか、うん、言っちゃって、はいはい、ですね、ここにちょっと書いてることはちょっと皆さん耳痛い方もいらっしゃると思うんですけども、はいはい、ちょっと言っちゃいますね。ですね、お気に触ったらちょっと申し訳ないんですけども、特にですね、社会経験が豊富な方はですね、余計なことを考えてしまうっていう傾向がやっぱあってですね、うん、それが結構勉強の邪魔をしてるっていうふうに私講師時代ちょっと感じてました。正直若者20歳くらいの子であれば何も知らないので教えたことそのまま覚えてくれるんですけど、40代とか50代とか60代とかになると、ある一定の社会経験があってですね、契約をこういう契約ですよってこう勉強したらですね、俺の時ああだったけどこれはどうなんだとかですね、もしここが契約条項こうなってたらこうなのかとかですね、どんどん膨らませて考えちゃうんですよ。で膨らませること自体は非常にいいんですけれども、時間がない中で覚えるって言ったらですね、やっぱり集中してその核となる知識、要は例えば講師がですね、こう説明したことをそのまま繰り返してくれたら覚えて合格点取れるのに、余計なことを考えちゃうんでそっちに時間取られちゃうっていうのがですね、やっぱあったんですよね。でそういうことをまあ結構これ書きましたね、正直。なので気をつけていただきたいなと。あんまり講師現役時代はちょっと言えなかったんですけどもあんまり、でもそういう傾向がやっぱり社会経験が長い方の方がありました。私も40代だから読んだ方がいいですかね。読んでます。そうですね。それは例えば司法書士事務所に勤めてる方なんかもそうで、はい、不動産登記法はこうですっていう説明しても、でも実務はこうだからって言っちゃうと、それはまた話が変わっちゃうんですよね。そうですね。だからもちろん実務でイメージするのはいいんだけれども、それで法律知識の方がおかしいでしょうみたいなこととか、こう変えた方がいいんじゃないですかとか、そういうことを言い出すともう勉強じゃなくなっちゃいますもん。
ね、国会議員になったらいいんじゃないでしょうかとかね、そうですね、思っちゃいますけどね、うん、でも本当そういうふうに考えちゃうんですよ、若いうちよりもキャリアが長くなればですね。でそういうのははっきり言って言えばちょっと受験受かるだけってことを考えるとちょっとやっぱ横に置いといた方が合理的かなと思いますね。そうですね、受かることを第一に考えないといけないですね、はい、で特に薄井先生みたいな優秀なこう若い先生なんかいるとやっぱり、その薄井先生なんかより年上の受講生の方もいるわけでやっぱり、講師に言いまかしたいとかそういうのが目的になっちゃってる方もいたりして今の多分そういう経験もあるんだと思うんですけれどもそうするとやっぱり受からなくなっちゃいますね。やっぱり受かることが目的だし、例えば薄井先生に、習ってるんだったら薄井先生を師匠だと思ってついていかないといけないのにどうしてもこう、ねえねえ薄井さんとか言ってやってる受講生もおりましたからまあまあいいんですけどね、うん、それはいやいやそれはいいんですけどね、受かんなくなっちゃいますねやっぱりね、その信じてついていくってことは大事ですね、うん、なるほど。で40代からはそういうことに気をつけろと、そうですね、うん、それは日々思ってました。なるほど、はい、他に40代で気をつけることありますか。まあ、時間どうやって生み出すかですね。これもさっきの話戻っちゃいますけど、年代が進むとやっぱり忙しくなりますかね、社会的地位も高くなって、でまあ、一つ言えることはですね、これは、まあ、暗記の秘密大公開ってこう目打ってるんで、あまりこれを言っちゃ元も子もないっていう話もあるんですけどもいいですよ本音で、そもそも勉強しないと勉強できるようにならないので勉強量っていうのを確保するってことは絶対必要ですね。 1,2 時間で受かる試験じゃないですから、最低でもやっぱ3時間とか、もってたら5時間、できれば10時間とか、とかって話になっちゃいますから、多ければ多いほどいいかなと正直思います。そうですね。勉強法って実は私も勉強法の本書いてるし先生もそうですけど、はい、勉強法って一番最初はこうやって話を聞くだとか、あるいは勉強する前にこうやるってことは大事ですけど、あんまりこだわりすぎないというか、もう勉強法知ったら走り出さなきゃいけないんですよね、はい、でしかも結局これも耳が痛い話になっちゃいますけど、受からない方の大半っていうのは勉強してないだけっていうことが多いわけですよ。で例えばいいエンジン積んでても道を知っていても走んなきゃつかないわけですよね。だからもうとにかく秘訣ではなくてやるってことはすごく大事で、やっぱり勉強してないだけでしょっていう方は非常に多いですね。で繰り返してないでしょとか、全然覚えられないんですけど覚えるコツありますか、じゃあ携帯書士何回繰り返しました、いや2回やったんですけど、いや受かる方50回やってますよと、こういう話になりますからね、そうですね。まあ予備校現役校舎ですね、なかなか申し上げにくいと思いますので、まあちょっと私の口から申し上げると、やっぱりですね、勉強した気になってるというか、その予備校に通ってるだけで勉強した気になってるっていう方もやっぱ多いんですけど、一番重要なのはやっぱり自習時間ですから、それを極限まで増やしていく。で寝る時間削ったら体力なくなるんでちょっとしょうがないんですけれども、まあ、朝早く起きて体力あるうちにやったりとか、まあ、そういう工夫でやっていくってことが大事ですね。今ちょっと大事なこと言いましたね。自習時間って大事なんですよね、講義を聞いてる時間も大事ですけど、まあ、講義受けてる間も能動的に聞いてほしいんですけど、やっぱりどんだけ復習したかって大事なんですよね。そうですね、私はよくね、予備校の営業妨害もよくやるんですけど、そうですか、直前期はとにかく自習しろと、いう話はしますけどね、予備校なんかではね、もういろんな講座取れたとかなんで言いますけど、こちらは必要なことは喋ってるつもりでおりますので、そんなことでありますね、ということですよ。そうですね、なんか直前期迎えた方もいらっしゃると思うんで、時間ももうすぐなので先生から何かないですか、皆さんに。そうですね、やっぱりこの3ヶ月4今からちょうど4ヶ月ぐらいですかね。で直前期の方ってのはこの4ヶ月ぐらいが一番人生で大変な時期だと思いますね。で私なんかもよく言うんですけど、まあ、この前も実は一昨日かな、今年向けの講座が終わったばかりで最終講義で言ったんですけれども、この3ヶ月4ヶ月本当に嫌になるぐらい勉強しました。で私は大学生でしたけれども本当に毎日記憶なくしてましたね、勉強しすぎて。で花子金井ってとこに住んでたんですけど、だいたい乗り過ごして小平で降りるんですよ、乗り過ごしちゃったと、で、そこで記憶がはって思えばいいんですけど、本当にもうフラフラしながら一時小平霊園の中で目が覚めて、俺死んじゃったのかなっていうふうに、本気で思うぐらい。酔ってたわけではないんですか。酔ってないです、私お酒大好きですけど、その受験期間の8ヶ月ぐらいは一滴も飲まなかったです。ああそうですか、それぐらい覚悟でやってましたね。なるほどなるほど、まあ、そうですね、直前期ってそのぐらいの勢いで確かに勉強が必要ですね。で私はですね、
直前期ですね、どうしてたかというと、私まあ北海道の人間で、うん、大学は関西だったんですけども、受験地を北海道にしたんですね。で当時大学生だったので、まあ、それができたんですけど、関西の大学ですよね。関西です、関西。受験時だけ戻ったんですか。戻りました。でその受験時だけ戻ったんですけど、その戻り方がですね、何日か前に戻るんじゃなくて1ヶ月前に戻ってですね、うん、その気候とかだいぶ違うので、その気候に慣れて臨んだっていうのがありましたね、うん、それぐらいその受験っていうのはなんか、まあ、大げさですけど、まあ、オリンピック選手みたいな感じですからね、うん、その人生に1回というかね、まあ、そういうものなので、そのぐらいの勢いで勉強するってことが大事かなと思います。で一番最初にも言いましたけど、この3ヶ月でどんだけやったかで合否分けますからね。で今まではその仕込みだと思っていただければいいので、とにかく3ヶ月間触れてなければ絶対忘れるので、こっから何回触れられるかじゃないですか、知識に。そうですね、うんうん、でこっから本当にあれですよね、変な話、大逆転というか、こっからの頑張りでほとんど合格者不合格者入れ替わるぐらいですからね。そうですね、うん、今の順位、今、うん、試験があったのと3ヶ月後に試験があるのではだいぶ入れ替わるはずなんですよ、うん、特に1年目で受かろうって方はこっから伸びてきますから、うん、最後の最後にね。ですからぜひここから頑張っていただければというふうに思いますね。先生なんかもあれですよね、はい、公認会計士も短期で受かって、大学入試も受かって、一番難しかった試験ってどれですか。どうでしょうね、司法書士ですかね。司法書士ですか、難しかったっていうかですね、やっぱ試験制度が独特でですね、なんて言うんでしょうね、足切りとかあって、であと合格最低点が8割ですから、8割までいかないか、7割5分ぐらいですかね、非常に高いんですよ合格最低点が。なのでミス許されない試験っていう特殊性がありましたね。会計士の試験とかの方がですね、まあ、純粋というか、まあ、論文だったので、なんて言うんでしょう、ちゃんとした実力が結構出やすいんですよ答案に、うん、でも司法書士の試験の方がその時のその体調とかですね、そういうものにこう左右されるところもあるんで、準備がですね必要かなと思いますね。はい、ということでいろいろお聞きしていきましたけれども、はい、ちょっと、まあ、直前期、これから今言ったような形で頑張っていただきたいんですが、いくつかですね、お知らせをしていきたいというふうに思いますが、まずですね、来週のところになりますが、私も出ますけれども、今年の試験の対策を立てていくと、どうなる今年の本試験なんて形で、直前期の話、それから当日の予想とか、そんなこともしていきます。でその予想をする、まあ、直前期に予想すればいいんですけど、この今の段階から予想することによって直前期の勉強なんかも変わってきますから、3月17日ちょうど今生でやっているこの新宿エルター本校の方で、ちょうど来週ですね、3月17日土曜日の方でやっていきますので、ぜひこちら今年受験する方、今年の本試験の傾向を予測していきますので、ぜひお越しになっていただければというふうに思いますね。まあ、全国のレック過去本校の方にも中継をしますので、ぜひこちらの方をお越しになってください。それから今日はですね、まあ、薄井先生の本と私の暗記の本の方のイベントということでやりましたけれども、こちらの暗記の方の私のこちらですね、暗記の力技っていう、まあ、薄井先生の方にいろいろお話をしていただきましたが、その、発想のもとで具体的な暗記術を書いてあります。例えば語呂合わせだとか、あるいは、横断整理だとか、さっき言った委任と帰宅の比較なんかも出てますね。でこんな本がありますので、こちらも後ろで販売をしております。で、で販売をしているだけではなくて、ゴールデンウィークの方にこちらを使った、講座もありますので、1回だけですから自習の時間を邪魔することはないと思いますので、ちょっと気分転換なんかに、来ていただければいいし、あとはこちらの講座は大阪と名古屋の方で生でやりますから、普段通信でやっている方もぜひ、まあ、来ていただいて、まあ、生でこう会っていただいてですね、力を入れていただければというふうに思います。で、それからこの暗記の本もそうだし、さっき、私の方でご紹介した私が書いた勉強法の本でいくつか、まあ、小野彩香さんと一緒に書いたんですけれども、紹介を、まあ、薄井先生と話に合わせて出てきましたけれども、こちらも後ろの方で販売をしておりますので、ぜひ今日は安く、本屋さんよりは多少安く買えますので、ぜひ購入の方ですね、していただいて、もしあれならばサインの方も入れますので、ぜひ、まあ、この際、お手に入れていただければというふうに思います。あと何でしたっけ、あ、そうそう、こちらですね。
で、その後3月18日の方がまたイベントがですね続きますけど、こちらはあの初学者の方中心のイベントになりますけど、レックの方から下克上合格がむしゃらファイト編というのが出ていて、これの販売を記念してですね、こちら長浜くんの方も出ておりますが、その彼の方に来ていただいて、またトークイベントという形でやっていきます。で、こちらが3月18日で私のクラスが開校する前のイベントになりますから、こちらは私のクラスに参加する方がですね、景気づけにというか、これから頑張るぞという形で合格者のパワーをもらうという意味で来ていただければということになりますね。こんなことでしたかね、はい。ということで、いろんな話もしていきました。でとにかく、今暗記の話はいろいろ聞いていきましたし、興味あればこちらの暗記のすごいコツを見ていただければ、もっと詳しいこと載ってますか。 ありがとうございます。もっと載ってますということで、やっていただいて、あとは勉強頑張るだけですね、とにかくやらないと話になりませんので、ぜひ頑張っていただければというふうに思います。はい、はい、今日はありがとうございます。ございます。わざわざ札幌の遠いところから来ていただいたんですよね。いやもう今日このために東京まで来ましたんで、で、まだまだ私たちおりますので、本に書いてあることとかもずずしくいろいろ聞いていただいて、ぜひですね参考にせっかくですから知っていただければと思います。では今日1時間ほど皆さんもお付き合いいただきありがとうございました。ありがとうございました。